私は運によってここまで来ました。ですので運はあると思いますね。運がなければ多分ね、私は江戸時代に生まれていたり、なんかとにかくインターネットのないようなところに生まれてたでしょうね。まあ言ってみればこの現代において日本に生まれてスマホを持っていてね、インターネットにつながれる環境がある、もっとはっきり言うとこの動画を見れる時点でもう運がいいです、全員です。だからチャンスはあります。あとはその運にまたがってやるかやらないかなんですよね。もう結局はやるかやらないかなんですよって言葉に戻ってきますけども、手取り14万で集まっちゃうとやってみようって気にはなかなかなんないです。でも月収が100万200万の人はまずやってみるかっていう風になります。まずやってみようっていう人がもちろんね、その月収100万とか200万って世界に来るんですけどもね、最初から月収200万の人いないですからね。どんな人も最初は借金とかね、人並みの収入なんですよ。でそっからできると思った人ができちゃうんですよね。どうせダメだろうとか、そんなね自分の人だろうと思う人はずっと手取り14万にとどまっているというお話でした。ということでね、また次回の動画お楽しみに。なんか本当に私そう思うんですけどね。どうですかね。いってらっしゃい。